はい、どうも、学割適用中です。よろしくお願いします。本日はですね、この諸出し相撲ね、相撲でいいんでしょうかね、ご存知でしょうか。私も続きということになりました、パート2の動画でございますね。だいぶお待たせしたかと思います、更新に関しましてはね。ただ今回で前半後半で終わりということですんで、最終回ということになるわけですけれども、もう本当に終始くだらない。もう前回からルールとかをね見て分かっていただける方多いと思います。単純に相撲をするということなんですけども、そこのこの物理演算というのかな、こういうのを挙動が本当たまらなく面白いというね、思わぬことが起こるみたいなこのゲームでございまして、前回は前回でね、その操作方法から少し強い相撲相手を倒すことに成功したんですけど、今回もですね、もう横綱とも戦っちゃうというね、そういった戦いになりますんで、熱い戦いが繰り広げられますんで、ぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。では早速ご覧いただきましょう。諸出し相撲パート2、最終回の動画でございます。前回の続きからどうぞ。なんやこいつ、目指すは横綱マジかよ。それは最高に無意味なドリーム。白黒つけるぜよチェケラッチョ。なぜならあいにくオイラのドリーム。ゴリの花やって、ほらゴリの花、ゴリラ、これだけちょっと実際に近んない、ほんとにゴリの花だけでっかっ、でっかいな。こいつ、この力で勝てるか。お前なんかもう東洋に近いぞ。おおお、なんか、おお、社交ダンスみたいだった。おお、社交、社交ダンスみたいだった。おお、おお、いいね、いいね、おいいいい、これでグリーンってこう返して、おお、おお、話して話して、おっ、もう話して、もう、おや、死んじゃうよ、死んじゃう、死んじゃう、救急車呼んで。とにかく一応しよう、ほんだら、追われるから、終わりに近づくからな。こう、まずこう、バー掴むやろ。ほんで、こう、こう、こう、あまりに、ちょ、あまりにも体格差が、あまりにも体格差がない。勝ってんてん、ほんで俺勝ったらしいわ、どうやら。だと思った俺、だと思ったんよ、ちょうど。お願いします。おお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 、えらいこと起こった、えらいこと起こった。よいしょ、ほらもう手使わずにして勝つ。手なんかいらんねん、もうむしろこの人類に手などいらんの。お、ジャングルハリケーンや、ジャングルハリケーン来た。なあ、ジャングルハリケーンって。俺もじゃえ、そんなこと可能です、吹き飛ばされないなんてことが。またな、こんなんどうしようもない気すんだけど俺。なんか低めを掴む。じゃあ正解ですね、こう低めをこう掴む。これでどう。はいはいはい、いやもうぶつかり稽古みたいになってるって。いやもうメイトに回しよく勝つやろ、もうどうでもええって。どうでも分かったから、もうあれしかないから。大体吹き飛ばされるけど、その このこいつの方向に常に行って、なんとか耐え残れみたいなのかいうことや多分。はい、ほらこう回転するからさ、こいつで回転した際に若干のあれが出てきちゃう。この終わったみたい、終わったどっち今の。茶がむ必要ないとかそういうこと、もしかして。ちゃう、もうこうでいいんちゃう。じゃあ、はい、どこで。なあお前は、あおバカお前この野郎なら俺もだ、かかってこいよお前は。なんだお前は、なんだお前はなんでや、なんでこんなにやる気出えへんねん、こんなに戦ってんのに。こんなにやる気出えへんか。はい、残った、はい、残して、はい、残した。いやー、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、もう一丁、はい、もう一丁、はい、もう一丁、もう一丁お願いします。はい、もう一丁、もう一丁お願いします。よし、よし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 、これでもう押し切るしかない、押し切るしかない。よし、勝ったんちゃう、勝ったんちゃう。よーい、イエーイ。よし、威嚇でき早めに倒せたけどね。次が、何やら優勝トロフィーはちゃんこなというらしいな。出所不明の噂が出回っているようだが、そんなもの興味ない。武勲はいただく。小結び狂乱鎧かな、これは。なんか唯一、なんていうかな、ちゃんまともな、まともってた、
まともではないけれども、なんかこう戦いのまともではないわ。お前一番まともではないまであるな。さては貴様始まっとるねー。おー、クリーパー来たからの始まっとるねー。よし、負けたんほんで俺。嘘しかつっきょらんやん。またなし、嘘のみ。もうまずこういってこう掴むやろ。はい、こいつの押す力が尋常じゃないぐらい強い。だから逆田島取るんだよ。いいか、逆田島取る。あー強い普通に。またなし、低めからいくわ。じゃあ低め攻め。もう行事もう勝てると思うんだけど。見てなんと行事。へい残ってないもう。残ってない行事見てちゃんと勝ったやな。よしならいい、勝ったってならいい。別に残ったこいつ足がなくていいやん。俺もう次も勝てる自信しかないもん。ただこいつ次は必殺技出してくんのよな。だからしゃがんで、あーほら一戦やってで俺はこう足掴むやろ。足掴んで大丈夫なはずやろ。跳躍しろやって。どこ跳躍しろって。跳躍戦でも抜けれるやん。はい、残ってるほら。よしほら、はい余裕。こいつはマジで雑魚。まあもう人でもないやん。横綱になると欲しいものが何でも手に入るって父ちゃんが言ってた。ゲームもお菓子もたくさん欲しいんだ。大人相手でも負けないぞ。関脇やからね。まあ言うてまだ大関もあるし横綱もいるはずやからね。これまだまだ続きそうやけど。爆竜、まあトカゲ恐竜でっか。お手ちっちゃいなお前。なんやそれ、向いてないやんけ。相撲に向いてへんのこいつ。こいつやったら当たるかもな。でもなら必殺田島大砲。ほら決まった。ほら田島一切一ピクリたりとも動いてへんからね。この田島もうお前は悪いけど俺の相手ではないわ。田島ーガーディアン田島大砲。なんや、なんか分からん何が起こってるか分からん。なんかガブ、何が起こってるか分からん。まんま終わった。負けって言われても。またなし、何が起こったん今。何が起こったんやお前。なあ丸かじり、もうかじられへんようにしたいんけど、こうやって これであかんの。そういうことじゃなくて奇跡的に回避できてるやん。これでええの。おぉ行事かじられたね。行事かじられてるけど、なんで俺飛んでったもんね。僕避けましたよね。僕避けましたよ。なんで俺めちゃくちゃするにもいい加減にしてほしいんですよ。もうだからこっち向いとけってことじゃ。こっち向いといたらいいってこと。柵に引っかかったってことですか今のは。捕まれましたよ。でも止めとこっか。フェイルでやって、ほらガブーって言われたから。これはもうかぶるかぶらん関係あらへんやん。きつすぎへん。いやむずすぎ。意味わからん。いやいや誰か止めた方がいいね。これ土俵の上で今こんなことが起こってんの。あでも奇跡起こってんじゃない今。これ捕まれてないよ。おいいねフェイルだよ。フェイルの上から起き上がって。なんでだからそうなんねん。ほんだら無理やないか。もう捕まえて。俺なんか国かなんかが捕まえの話ならんわ。
待ったなし。だからあのちょうど策が途切れた時ぐらいに俺がジャンプしてたらいいってことか、これどうちゃう、まあ、最初はほらこれでいいねんけど、これでこれでこのなんか時間がこう、あこのあなんかバタバタしてたらいいんや、バタバタしてたら、よっしゃ俺ここ来たチャンスや、今行け、今行くしかない、よいしょーイエーイイエーイ、田島ビョー、やっとや、もう腕短いかも、なんかもっとしもてるマラカスみたいなやつ、まあ次行かして、もう次行かして1時間やってるから。おー大関来てやん、黄金仏やん、これよくぞここまでたどり着きました、ちゃんこなの父である私がスモーキングと戦うにふさわしいか見定めて差し上げ、あスモーキングがおそらく横綱なんだな、で今大関その手前まで来ましたよと、こいつはどんな技をしてくるのか、まあでもこれ一応ね私も馴染みがあるというか、なんというかね、奈良の出身ですから、出身というか奈良に住んでますから、こういう仏像に関してはねよっぽど大きいんかなと、またなし、ああおっさんやん普通の、ああもうだいぶバカにしてるやんお前、だいぶ仏像をバカにしてるぞお前この野郎、あれ こういうのは大体お前押す力えぐない、おお分かったわ、おおもう話して、もう仏像っていうか変態やもん、ただのやっぱしゃがんで足をこう掴む、これでもこいつ押す力が相当強い、見たくこいつ押す力をうまくこう使って橋に追い寄せられたらこいつを逆に橋に追い寄せていくという、へいへいちょ一回タイムみたいな死に方せんやがタイム、えちょこ一回タイムみたいな、やめろよお前、ほんまマジでバチ当たるぞお前は、はいお願いします、雷号かっこえ雷号、おおまぶしまくて、おお出たやん、えもう勝ちやんじゃ、違う意味わからへんことになったな、あー意味わからへんことになってる、もう相撲ちゃうやん、あー名前かとさえ思ったわ俺、川瀬って、俺はな、何やったらこれもこの時に掴んだらなんとかならへん、これこの時にバー掴んで、あーならへんわ、川瀬って言うけどな、こううまいこと進まへんのね、こう思ってる、ここ川瀬出るんちゃう、これここ川瀬出るんちゃう、ほら危ね、いや無理やって、簡単にはだから俺は簡単に言うこと聞かへん、でも勝ち方は多かったね、これでとにもかくにも一回こうこれね、まずこういう風な状態の方が進みやすいんで、これでちょっと端の方、えあか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 あ、右上がアンチっぽい感じするんだ、これここもう出てんねんけどな、ね、出てますよね、あこ回避したんじゃないでも赤いじゃん、よっしゃ今がチャンス、よいしょ、押し切れ押し切れ、よいしょ、おい勝った、話してあげて、もうやったよこいつが一番、でもなんか相撲取りっぽい形はしてるけどね、ガーディアンたちもね、これ勝ちましたね、さあ来ました、ついに最後じゃない、わあなんやこいつ、スモーキング横綱ね、黄金杯ちゃんこなには強大な力が封じられている、私には世界を守る使命がある、君の覚悟を証明してみせよ、だからこいつが一番強いってことやから、もしかしたらこいつ相当でかいとかそういうことがある、なんか必殺技があるでしょうね、さすがにこんななんかつけてんねやから、あとこの目隠ししてんのがもしかしたらなんか意味あるのかもしれない、いやこのふざけ具合はないな、全部のせみたってるやなこいつ、おおおさ、えおーごめんごめん、圧すごいなお前、なんか圧すごいぞこれ、いきなりジャンプ、こうほら、うわぁ伸ばしからの飛び膝蹴り、飛び膝蹴りいやーいやー飛び膝蹴りやーいやーかかってこい、よいしょ、やったー、今までのが全て生きてるやろ、ただ次の膝座座は下魂づくいシュッシュッシュ、ハーレーダビッドソン運転してみたんだけど、はい勝ち、もうえらいことになった、体勢、さあどんな必殺技をお前が出してくるのか見せてみるがいい、超押し出し、
緊張ですよ。つかんどいた方がいいから、つかんどうか。猛攻をしのぐ。はい、はい、フィニッシュ。はい、一番弱ないあれ一番弱いまであるで。もう押し付けんのやめろお前。ただのエロいおっさんみたいやったな最後のやつ。ほんまね、これ、あ、これがちゃんこなんな、これちゃんこなんなんちゃん。お、なんだなんだ、ボコボコ言うてる。ちゃんこ、ちゃんこ鍋なんちゃう、それだから中身がちゃんこ鍋みたいなことで、ちゃんこなみたいな終わり方みたいなんちゃう。うわー、もう出た。その展開はいいわ。今こそ復活の時、混沌の目覚めに打ち震えるがよい。新たなる横綱に今この真実を伝えよう。ちゃんこ名をめぐる数々の伝説は偽りだ。うん、偽りって言われても伝説を知らんけど。まずちゃんこ名とは私が想像した封印の桶、混沌の魔人ドドスコイを封じてきました。この100年は我ら3人で封印を維持していた。まさかこのタイミングで封印が解けるとはな。こうなると再び奴を封印せねばなりません。ここにいる力士全員で食い止めましょう。力士諸君、これより我が封印の力を授ける。湧き上がる力を聖なる回しに蓄えよう。ドロスコイの完全復活はここで阻止する。新たなる横綱と共に奴を倒すぞ。え、なんすか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 、え、なんすか、ここ置けばいいんすか。湧き上がる、これが封印の力。そろそろ行けそうだぜ、こっちに来てくれ。どこに僕がまず言うんですか。それが分かってないんですか。こっちですか。ここに行けばいいんですか。僕は、はい、よし、限界まで力を貯めたつもりだ。回しをあいつに蹴り飛ばせ。回しを蹴り飛ばすって何です。ごめんなさい、蹴り飛ばす意味が分かんないですけど、蹴り飛ばすって何です。いやーイエーイ、いやー、なんだ、何が起こった。残った。いや、今度はお前だ。よっしゃ、命中。よっしゃって。ほんと聞いてるぜ。いや、聞かすぜ俺の。いや、新たな邪魔者めひねり潰してくれる。到来よ、鉄槌を与えよ。いやー、やめてくれ。次は俺の番だぜ。デカ盛りの完成までしのいでくれ。デカ盛りってお前どこにいるの。もう時間かかるわ、なんか知らんけど時間かからへん。なんか行くぞ、爆食パワーマシマシ一丁、これでも食らいやがれ。どこにいんねん。だからまずこの右手前でいい。これこいつか、これか、これ、お前分からへん、見えへんねん。俺は見えへんねんって。あ、ちゃう、こいつちゃうわ。あ、こいつちゃうかった。あ、向こうや、向こうで。ほらビリビリしろ、あれ。はい、お待たせしました。はい、よいしょいやー、いったいった、イエーイ、わー、ブー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 、立場取るねえの、立場取るねえの、立場取るねえの。どうよ、俺のデカ盛り、おかわりなら何杯でもくれてるぜ。立場取るねえの、立場取るねえの、逆立場取るねえの、逆立場、大砲大砲。我らがきを少し遊んでやろう。師団よ、乱れ酒、いやお次は俺にパスが回ってきたわね。少し時間をくれ、頼んだよキャプテン。いや、頑張るぜ。いやー、始まったし、いや、行け、今だ、始まったし、うわー、くそー、始まったビコンビコン。いやー、残った、いやー、残ってる、いやー、よー、いけー。わー、なんという魔法だ、こがしこしー。いやー、田島前後、よー、田島の前後、いやー、大好きくだ、キャプテン。ジムスポーツの力を思い知ったか、やろう。なるほど、少しはやりよる。高麗よ、続くのだ。お、ダブル攻撃か、くそー。田島の膝、田島空中回転。いや、田島ジャンピング、よいしょ、田島ジャンピング、よいしょ。いやー、この田島に任せろ、世界は。いやー、田島、田島
田島おじぎ、いやー田島のおじぎ、いやーよし今だ田島好き、行くよ田島も行く、田島も行け、いやー耳が壊れる、圧縮された音楽家、うーくそーまだか、ゴリラなめんねよめん、次に託すぜチェクラ、次に託すぜ。耳障りの音、僕も苔にしてくれたな、高級を終え逃げ惑うがいい、高級などこの私の前では、田島の前では無よ、無と同等、田島ダッシュ、田島キーン、キーン、いやー田島ボンバー、よーや、えいや田島も、田島もお伺い、田島もお伺いです、サーゼン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 、いやーサーゼン、いやー田島ジャンピングサーゼン、田島ジャンピングサーゼン、いやー誰だ次は誰だ、あなたなら横綱よ、あとは頼む、貴様らゴミの分際で許さぬぞ、よーエビ田島、よーエビ田島、よーエビ田島、よー技あり、よーしんど。最初からちゃうやんね、ほんで。最初からじゃないよね、これ。ここ、まだこことか言う？わー、たまんないね、それ。いやー、牛田島もう。やつめだ。お前がこの世界を牛耳るのは、もう少し先の話よ。な。違うか、いやー今度はラグビーの番よ、番さね、よし、ラグビーありがとう、ラグビーの愛受け取った、ラグビー田島、イエーイ田島です、イエーイ田島その場回転、田島その場回転、逆いけ、さあここまで来たぜ、田島は今、田島最前線、田島前線最前線だ、たくさんを我にぶつけるな、深い、田島、イエーイ、色悪い攻撃をしよって、先ほどからようやく私も本気を出してきたようですね、ヤスモカ、しばしばお相手をお願いします、行け、飛ばせ、お前のイエーイ、田島、田島前でも田島、後ろでも田島、はい、前でも田島、後ろでも田島、イエーイ、くそ、最後の攻撃だ、これがヤスの最後の攻撃だ、でも俺の体力ももうあと一発か二発しか持たねえ、くそー、ギリギリの戦いだぜ、いや頼む、この建物に体力を持ってくれ、あと少し、世界が燃え尽きる、あと少しの間だけでいい、抜け、飛ばせ、田島の思いよ、うわ、私が滅び崩れる、私の体がってこれでしまいだ、力士たちの活躍により魔人ドドスコイは再び封印の眠りについた、そして新たなる横綱の戦いが始まる、始まらんでええねんけどな、全然もう終わってほしいねんけど、できればもう終わりってことでいいのよね、これ多分ダンスしてるからもう終わりやとは思うんですけれどもね。まあ、ということでね、一応無事と言いますか終わりました。もろ出し相撲というゲームでございましたね。もろ出しという技がね、相撲の中にはもともとあって、その技のことかなと思ったら本当にもろ出すシーンも多々あってね。私自身は非常に楽しめたというか、インパクトのあるゲームだなと思いましたしね。もう最後の最後にはね、もう本当にしっかりした脚本といいますかストーリーもあってですね、涙なくしては語れないようなね、最後のドドスコイの一戦っていうのはもうカットするところがないんじゃないかと、
まあ、僕自身がカットしてたぐらいのレベルですよね、その仕様にカットしたというぐらいのね、ものだったんですけれどもね。ただまあ、私としてはドドスコの封印が解かれた今、私の努力によってドドスコイを再度封印することができた、ひいてはこの地球をまた救うことができたというのがもう本当に感無量でございますね。ぜひ皆様もね、何かこう機会がありましたら、まあ、またドドスコイが復活することが あれば、努力していただければというふうに思いますね。まあでも本当にもう総評としましてすごい楽しませていただきました。やっぱりこれだからバカゲーは面白いなというね、ゲームの根本というか、まあ、本当にくだらないシリーズだったかもしれませんけどね、最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。またよろしければ違った形でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。